始まりました、はいはい、おまけの夜でございます。お久しぶりです。お久しぶりです。南部です。はい、あ、俺自己紹介の回で結構ちゃんとしたから、うん、自己紹介しましょうか。お、南部です、はい、したよ今。南部ね、作家さん、今作家なんかな、うん、高円寺のジンピラです。いいね、高円寺のチンピラ一番いいじゃん。一番いい、うん。まず乾杯、まず乾杯しましょう。今日はね、乾杯。レッドブルがあります。YouTube ね。レッドブル買ったの？買った、結局。なんか最近心臓がバクバクするらしいです。そうそうそう。エスタロンモカ飲みすぎてね。やばいじゃん。ね、Google でエスタロンモカって検索したら、まず最初に出てくるのがスペース副作用。怖え。その1個下がやばい。はい、ということで。はい、はい、はい。始めていきたいと思うんですけれども、結構ですね、パンピーの回で少し回ってるんですけど、ヤマキ人気だな。ヤマキ人気で回ってるんだ。あれすごいいるね。何せニューヨーカーだから世界規模だから一人だけ。あ、そっか、うん、だってあれでしょ、向こうでなんか何位、2位ぐらいになったんでしょ。あ、あの向こうのフリーライブみたいなので、お笑いの、うん、2位ぐらいになった。すごすぎでしょ、ここで腹切りフラメンコって踊った後、あの移民の歌流してに合わせて腹を切るっていう、うん、何がね、日本語のヒップホップはダサいと思ってたとか言う男がさ本当だよ、めちゃめちゃ日本に依存した笑いの取り方してる。まあまあ、それでコメントいくつかもらってて、なるべくコメントのそういうリクエストには答えていきたいなと、うん、まあそのヒップホップのことをやってほしいっていうコメントが結構来たんですよ。早速また南部くんを呼んでですね、まあちょっと僕一人じゃできないんでね、うん、ヒップホップのことに関しては、まあまあ、僕もそんなハイパーアーカイブマンじゃないけどね。あ、そうなんだ。いや、めっちゃ聞いてきてはいるけど、うん、あれだ、それ、うん、映画好きのやつと一緒だ。そうそうそう、そう、あの上には上がいるから言えないんだよね。そうそうそう、だからラーメンとかも、うん、ラーメンとかも年に200杯ぐらい食うんだけど、うん、まあラーメンオタクはまだ名乗れないレベルだからラーメンをだって年500杯とかいるんでしょ。年の500杯いる、普通にいるでトライ大賞の審査員は大体年に 2から3000杯ぐらいそういうやつがいるから、うん、年200杯じゃ好きとは言えない。そうそうそう、トライ大賞なんかもう逆にデブいないからねどっかおかしくしてもう今痩せてる人多い怖っ。まあでもこのチャンネルは、うん、あ、このおまけの夜はですね、はいはい、にわかでいいんじゃないかということなんですよ。もう一億総ツッコミ時代のこの世の中ね、うん、批評なんかもうみんなしてるから。そうだね、批評はしません、はい、うん、ただ好きなものを好きなだけ語っていくと。こいつは気楽でいいわ落語家が来たよ。気楽でいいです口元が落語家だもんね気楽でいいっすまあだからちょっと、うん、もう南部くんも好き勝手語っていこう。ほんと、はい、俺ね、ヒップホップ語ってって言ったらやっぱ、うん、ライムスターの話とかになっちゃうよ。そう、うん、だから一番好きなのがライムスターなんでしょ。どんな音曲を出しても何をしても全肯定してしまう人っているじゃん。まあまあ俺で言うエルカシーってことだね、とか、うん、1位2位3位とかつけるのもおこがましい、うんうん、それが俺にとってライムスターなんですよ、はあはあ、だからもうどんなものが出てきてもちゃんと解釈していくでしょ。意味があるはずだからね。そう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 、うん、意味のないことなんかしないし、ないし、うん、傑作であること前提で聞くから、うん、まあということで、はいはいはい、今回は、うん、ライムスターについて今夜はいろいろ語っていきたいと思います。はい、わかりました。まあまずね、うん、ライムスター、うん、どんなグループなの。はいはいはい、あのまあ本当に日本のヒップホップを語る上で一番バランスのいいグループだね。ヒップホップってさ、相反する両側面が同居してるところがあって、それがもうハードコアとやっぱナード、ナードオタク、ああいうね、文系のオタクがこうやって、うん、こうやって、うん、聞く、俺俺俺ナードそうそうそう、うん、みたいなやつがあんのよ、うん、でもうナードのレジェンドが、うん、まあ、言ったらスチャダラパーとかです。あ、ナードだからダメってわけじゃないんだ。そう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 、うん、てか日本にヒップホップ輸入してきたのはナードの人最初は。ああまあそうだよね、伊藤聖子、力春夫、うん、細野晴臣、うん、そこらへん高学歴のやつらがね。そう、高学歴のアフターファイブとか土日とかに遊ぶみたいな感じの、うん、で輸入してきた、うんうんうん、いや伊藤聖子さんのね曲とか最近聴いてるんですけど、うん、あれ今聴くとめちゃめちゃ今っぽくない？今っぽい。それこそ5、6年前聴いたらダサいなって思ってたかもしれない、うん、あ、なるほどね、うん、でその一方、うん、でそのほんニューヨーク仕込みの、うん、ムロとか、うん、DJ クラッシュさんとか、ゲトーの音楽っしょ、うん、ヒップホップってみたいな尖ってるお金人たちの、うん、
その派閥もあって、お金派閥にの中でちょっとファニーな存在だったユーザロックとかが、うん、ちょっとスチャダラパーティーだったりとかもあったりとかしつつ、その間で、うん、うまく間取りながらみんなから愛されてたのがライムスター。へえ。まず、うん、ライムスターの結成ってのが、うん、もうストリートとかじゃないですから、学校だから。あ、そうだよね、うん、もう学生芸人みたいなこと、ね、学生芸人出身みたいな感じだよね。学生ラッパー、早稲田大学のギャラクシーっていう今も続いてるサークル、うん、で、まあ、3品キャンプとか出るわけですよ。うんうん、3品キャンプね、皆さんご存知、うんうん、B-boy イズムとか、うん、そういうクラシックを出して、うん、で、そういうハードコア側にも、うん、あの受け入れられつつ、ちゃんと本当意味が通った面白いことを言うっていう、うん、そのナードのラップの美学みたいなものもちゃんと受け継いでたから、もう本当だ、ライムスター嫌いな隙がないみたいな。それこそ口から出任せだっけ、キングギドラが、うん、キングギドラソウルスクリーン出てる、うん、そう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 、うん、まあ、ざっくりライムスターのキャリアをね、語るともう4つに分けられるんですよ。はい。それがまあインディーズ期、これはアルバムで言うと俺に言わせりゃ、うん、エゴトピア、リスペクト、うんうん、でその後、メジャーデビュー初期、うんうん、これは噂の真相はで、グレーゾーン、うん、でヒートアイランド、うん、ところこれ模索期とも呼んでるんだけど、その後活動再開後初期、うんうん、これマニフェスト、ポップライフ、フラッシュバック、夏、ダーティーサイエンスとか、うんうん、で近代、近代も全部近代だけど、最近ビタースイート&ビューティフルとダンサブル、この4つに大体分けれると思ってます。でも最初のこのインディーズ期でライムスターが何やってたかっていうと、要するに海外のヒップホップの内容であったり、フロー、英語っぽいフローであったり、掛け合いの感じ、さっき俺らがね歌ってたやつね、そうそうそう、撮る前にね、本番前の確認事項みたいなあれが最高だってやつ、めっちゃ気持ちいいやつ、うんうん、そう、ああいうのも元々はもう元ネタアメリカあって、うん、それをどう日本語でその輸入するか、うん、翻訳ね、そうそう、なんかもう俺に言わせりゃって最初のファーストアルバムなんでさ、うんうん、本当にまんま英語を翻訳したような感じで言ってるよね。そうなのよ、うん、ブラックな人たちがさ、うん、こう乗ってるような感じでさ、俺を見ろみたいな感じのさ、そう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 、感じのノリだよね。そうなの、うん、なんかそこの面白みとかもあるもん。ある、今聞くとめちゃくちゃ可愛いし、そう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 、うん、ちなみにでも結構いろんな人がやってて、スチャダラパーとかもそういう曲は出してるの。初期のマミー D って、うん、もうリンドバーネーションにいそうじゃない。いそう、すごい声のフローの感じも声の高さとかも、うん、もうスチャのスチャのたちと一緒にラップしてそう。そうそうそう、うん、あとね、かっこ悪いことでかっこつけることがうまい。いや、だからなんかスチャみたいな要素すげえあるなと思ったんだよ。あるある、うん、でスチャはやっぱそういうさ、ネイティブタウン、うん、トライブ、コールドクエストとかデラソールとかさ、デラソールって知ってる？あのヒップホップの歴史上初めて鍛えてないデブっていう、それはデラソールっていいなーいいでしょ、うん、ヒップホップのそういうとこ好きだね。そうなの、うん、ラップのリズム的にも内容的にも海外のノリを日本語で再現するかっていうことの研究の期だったんですよ、うん、初期はそういうことやってた。そういうことやってて、うん、でリスペクトってアルバム出して、うん、その B-boy イズムっていうのが爆跳ねして、うんうん、ライムスターうわーってなったの。いや、正直あのさ、うん、アルバムを1枚目から聴いたら、うん、リスペクトで急にかっこよくなるもんね。そうそうそう。それによって、それでもすげえ追い風受けて、うんうん、まあ3品とか出て、うん、で、メジャーデビューしますと。あ、だから噂の真相出て、うん、グレーゾーン出て、うん、ヒートアイランド、うん。この3枚ぐらい、もうメジャーデビュー初期。だから、噂の真相を初めて聞いたときに、うん、こんなに意味のわかる、なのに、ちゃんと韻踏んでるラップっていうのは初めてだったね。ああ、なるほどね。うん。スチャって、うん、そんなに韻踏んでる印象ないのよ。まあね。改めて聞くと、ちゃんと踏んでるんだけど、うんうん、当時はなんか、ほんとダラダララップしてるだけみたいな、印象ではあったわけ、うんうん。で、キングギドラみたいなのが、もう言ったジブラみたいなガンガン言い踏んでく、うん、タイプが出てきたんだけど、うん、キングギドラとかジブラ、特にジブラのラップって英語も入ったりして何言ってるか分かんないっていう意味が、うん、まあ難しいよね、うん、そしたらライムスター出てきたら、うん、ストーリーがあるじゃん。そうね、言葉遣いもユーモアあるし、うん、シニカルだったりするし、うん、で言い踏んでるのに全部聞き取れるみたいな、うん、ものすごい衝撃があったんですよ、うん、噂の真相ね。そうね、うん、その後噂の伴奏っていうのもあって、あー、そう、それもまたいいんですよ。めちゃくちゃ良かったね。めちゃくちゃいいんですよ、うん、めちゃくちゃ良かった、ね、肉体関係とかの時期だよね。あ、そう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 、うん、もうだってカラオケで女子高生が歌ってたもん、肉体関係ね。うん、すごくない？みだらだね、うん、でもなんだろうな、怖さもあったしね。そうね、得体の知れなさあったよね、うん、そう、うん、で
構もうすごいかっこよくて、スキンヘッドでグラサンってやっぱ様子おかしいもんね。でスーツだったじゃん、ジャケットが、ね、噂の真相が、そうで手にモザイクね、そう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 、かっこいいっていうさ、もう中学生とか高校生だからこっちはもう最高にかっこよくて、うん、もう僕はもう模索期、うん、特にグレーゾーンのあたりでちょっと俺病んでたんじゃねえかなとすら思う。まあインタビューとかでも言ってんだけど、うん、そのグレーゾーンに関しては本当にちょっとマジで打ち合わせもっとすりゃ良かったと思ったアルバムみたいな言ってるぐらい本人たちは。そうなんだ、うん、苦しんでた時期でもあるし、うん、要するに何をしてたかっていうと、その言ったらそのインディーズの時にやってた海外のヒップホップを日本語で、うん、インディーズでやってて、そこにプラスどう歌謡曲としての強度を持たすかっていうことを模索してた時期、うん、そう要するにポップさ、うん、大衆性みたいなものを獲得させなきゃいけないっていう、うん、むちゃむちゃ難しいことをやってたのですよ、うんうん、でまあ難しいわ、うん、でグレーゾーンとかになるともうグレたんと思ってて、うん、今まではそのいったハードとも何度とも仲良くしたんだけど、うん、俺たちはハードでもナードでもねえって、まさにグレーゾーン、グレーゾーン、うん、だからちょっと手切って、うん、もう俺たちは俺たちの道行くからっていう表明にもなってる曲、うん、アルバムだったりする、うん、でなんかそのプレッシャーもあったし、うん、ヒップホップ日本のヒップホップ黎明期からずっとやってるっていう、うん、背負ってるってプレッシャーもありつつ、ちょっとタイム、あ、でもうね、俺はもうほんと明確にこれは分かるんだけど、歌うことなくなってきたっていうのはすごいあって、うんうんうん、活動休止するんですよ、うん、しますね。でそっからまあ何年間かマミーディは幻とかやったり、うん、で歌丸さん歌丸さんでもうラジオね、ラジオで、うん、キングオブレイディオっすよ、もうまあね、ギャラクシー賞取って、うん、でそこであのインタビューで言ってたんですけど、マミーディがそのまあライムスターをちょっと活動休止して、まあいろいろソロのやつとかプロデュースとか自分の幻をやってる時に、まあいろいろライムスター好きだったんですよとか、ライムスター好きでしたみたいな話聞いて、でもみんながライムスターの何が好きだったのかなんとなく分かってきたみたいな、なんかインタビューで言ってて、で歌丸さんも歌丸さんでそのヒップホップの中での立ち位置といったらそのラジオでこう文化系としての地位みたいなのも上げてきて、うん、で論客としての説得力みたいなものをすごい増してきた、ね、うん、マブロ持ってるもん俺、マブロ持ってる、うん、偉くない、偉いね、偉いでしょ、うん、あのライムスター歌丸のウィーケンドシャッフル神回収持ってる偉いこんな分厚いやつ偉いわ。で満を持してあの再結成再始動ってなった時に出したアルバムがマニフェスト、マニフェストね、うん、うん、このマニフェストってアルバム僕むちゃくちゃ好きなんですけど、うん、めちゃくちゃ好きだよね、もう出た当時からずっと言ってるもんね。そうマニフェストむちゃくちゃ好きなんですよ、うん、結局あのなんかあった次ライムスターめっちゃいい、メジャーデビュー後とかああエレカシと一緒だわだね、あレコード会社移転したらめっちゃいいの出すみたいなことね、わ、うん、かるわかる。でもマニフェストはもう全曲、うん、ほぼほぼ全曲、うん、あの外部のプロデューサーから、うん、そのビートをもらって作ったアルバム、それって初めてぐらい、 あそこからなんだ。そうそう、あと俺がやっぱいいなと思ったのが、うん、あのジャケの振り切れど、うん、あれがもうあの年に出た、うん、全世界で出た全ジャケの中で最もダサいジャケに選ばれたっていう、なんかアメリカのそうなんだ、アメリカの謎の機関が決めてるらしいんだけど、うん、で俺がめっちゃ好きなのが、うん、カモンって曲なんですよ、マキザマジックをフューチャリングした、しかと見ときな格の違い、カモン。ああそうだ、あはそう、うん、あれの歌丸さんのバスいつも泣いちゃうんだよね、いつも泣いちゃう、いつも泣いちゃう、あのまあ要するにどういうラップかっていうと、うん、もう本当にもうただ口だけが達者なやつで来たけど、うん、お前らオセロで言うところのほとんど白だけど俺四隅もう取っちゃってっからみたいな、うん、でもギャラクシー賞もゲットしてっから、うんうんうん、見たかみたいな曲なの、うんそうっすねでそのマニフェスト以降の4作、うん、ポップライフフラッシュバック夏ダーティーサイエンスで、うん、もう完全にコンセプトアルバムやって後期になって、うん、でポップライフなんかはもうあからさまにもうポップなアルバムにしますよ、うん、フラッシュバック夏のアルバムっすよ、うん、でダーティーサイエンス、うん、もう汚い昔のヒップホップをしかもめちゃめちゃデフォルメしてやるっていう、そういうなんかコンセプトを決めてやっていくことによって、その歌うことがなくなっていくっていうことをすごい回避しているっていう、
その要するに、うん、その海外のヒップホップを輸入して、うん、それを日本語で再現するっていうことはもうこの過程でも完全にできるようにはなって、うん、それをじゃあどうやってその大衆に受ける形にしていくかっていうその苦悩の歴史でもあって、うんうん、でついにダンサブルでヒップホップ自体をテーマにしたダンスミュージックというものをテーマにしたアルバム、うん、これいいよねっていうまあ俺がちょっと気になってるのは、うん、なんか、まあ、単純に言うと昔の方が良かったなっていうのがあるんですよ、マミディ、うん、はいはいはい、はい、俺の中ではね、あの幻好きなんですよ。だから俺それってマニフェスト以降俺の中のライムスターは何かが違うんだよね、うん、でもなんかモヤモヤしたまんまいて、うん、ナンバーももう解釈しきってるはずだから、うん、多分それに対しての答えは持ってるはずなんですけど、別の回にしましょう。はい、ちなみに1個聞いていい？はいはい、ヒップホップすごい好きっていう人たちが、うん、ライムスターが一番好きっていうのは結構いるの？いると思うよ。あ、そうなんだ。うん、でもライムスターを嫌いな人は多分いない。ああ、なるほど。不思議な存在だね、その。はい、ということで、ライムスターの歴史は日本語ラップの歴史だ。はい。でいいでしょうか。そうです。以上です。あと、何個かやります。ペース。チャンネル登録よろしくお願いします。ペース。